ただの漏電だったのかよ。ネズミが配線かじったらしくてな。おかげで火災保険も降りたし、新しい事務所で再スタートだな。にしてもまだ殺風景だな。モブ、あれやってくれ。はい。助かったぜ。学ランの穴、思い出した。ポッケに入れてたのブロッコリーの種だ。ブロッコリー、あの時の種か。なるほどな。あ、師匠、あれって。まあ、見なかったことにして一旦忘れよ。にしても遅いな、あいつ。おー、来たか。入れよ。道に迷いました。申し訳ない。影山君、先日はどうも。スーツ、ここで働くんですか。うん、あの後レーゲンさんが誘ってくれたんだ。俺にもできることがあるって。それに組織が迷惑をかけたし、償いも兼ねて。うちは善良な社会づくりに貢献できるからぴったりだぜ。あ、はい、頑張ります。もうじき依頼人が来る。その前にこれだ。え、そのままじゃ仕事にならん。お、おほ、すげえな。うん、変わった。まあ、ひとまず客商売できる身なりにはなったか。客商売。 お客さんが来たら俺はどう動けば。前の会社では、うん、とりあえず敵意を感じたら傘で殴れって指示だったんで。なんだそりゃ。ああ、うちも大体同じ。あとはわからないことがあったら先輩に聞いてくれ。先輩？まぶ、研修期間が終わるまでいろいろ教えてやってくれ。え？よろしくお願いします、影山先輩。え？よろしくお願いします。どうしよう。僕まで緊張してきた。すいません。あー、どうもどうも、散らかっててすみません。そちらにおかけください。芹沢、お茶をお出しして。お茶、すみません、入れたことが。ダメだこりゃ、